こんばんばは、平井博明です今回はですねグローブについてお話しさせていただきますグローブってどんな効果があったりとかどういう天候とかどういう状況でどういうグローブを使った方がいいのかってちょっとお話できたらなと思ってますまず大きく分けてグローブって2種類あるんですよ天然川川のグローブですね天然川の この革のグローブと画像で質感がちょっとわかるかどうかわかんないですけどあとこっちの全天候型合皮ですねのグローブと大体いい大きく分けてこの2種類があるんですよちなみに僕の使い分けっていうのはこの革のグローブは春と真冬ぐらいしか使えないんですよそれは僕は夏はこっち側甲に汗をかいて冬は手汗を内側に隠す手のひらに。なんで 結局、水分にめちゃくちゃ弱いんですよ、皮って。だから、手がカサカサ、両面カサカサの時しか使えないんで、あんまりベストな時期ってないんですよ。だから、1年の7割ぐらいは合皮使ってるんですけど、グローブってサイズとかあるじゃないですか。で、サイズの正しいチェックの仕方とか、そういうのもちょっと解説していきます。皮質に戻りますね。そもそもグローブって、 できれば全部同じ素材でできてるグローブがいいんですよ。どういうことかっていうと、よくグローブをしてこうやってはめるじゃないですか。そうするとギューって握ると、こことここが貼るじゃないですか。で、貼るところをメッシュにしてたりするグローブとかあるんですよ。野球のグローブみたいな。あれはあんま良くない。おすすめしない。それなぜかっていうとね、グローブって この引っ張られ感ってすごい大事なんですよ。こうギューって握るときついんでポンって戻るじゃないですか。その引っ張られ感が結構必要っていうか、それでグローブの良さって決まってくるなって感じてる方も多分いらっしゃると思うんですよ。でも、ここがメッシュになってると、こうやってやっても伸びっぱなしなんで戻んないですよね。それってなんか気持ち悪いなってなってくる時もあるんですよ。なんでできれば、グローブのその革質材質が 全部一緒のグローブをすごくおすすめします。で、正直、合皮と天然とおすすめっていうのは、本当好みになっちゃうんで、どっちでもいいんですよ。合皮の中でも、薄手厚手って今出てきてて、スリクソンでは3種類出てんのかな今、厚手と薄手の合皮の2つと、あとは、革グローブと出てるんですけど、革は、 僕個人的にはツアーベルベットラバーのグリップにこの革めちゃくちゃフィットする感じはありますすごくこうピトーってするんですごくいいんですよこれただ耐久性はめちゃくちゃないですすぐダメになっちゃうっていうかやっぱりそれなりに革っていうのはすぐ破けちゃったりここからこうやって引っ張るとここから切れちゃったりするんですよなんですごくデリケートなグローブなんで ちょっと一回試してみたいな試合用で買いましたとかっていう方も結構いらっしゃるんですよなんでそのコースだけ革使いますとかっていう方もいるんで使い分けをすると長持ちするかもしれないですねなんでその辺はすごく使い分けはおすすめしますうんあとさっき言いましたサイズ感なんですけど前も動画でちょちらっと言ったことあるかもしれないですけどグローブってまず はめて、こういう状態にしていただいて、軽く握ります。グーにして、マジックテープ止めるんですけど、3分の2ぐらいのところ、この辺。この辺にマジックテープが来るグローブがいいです。これ、僕、動画用でわざとこうやってるんじゃなくて、ちょっと登録にはめてもらいましょうか。ちょっとグーにしてるんで、マジックテープ引っ張って、いかないでしょ、全然。全然いかないでしょ。いかないでしょ。こんなもんなのよ。そう。で、ちなみに僕、手大きい方なんですよ。 わかるわけないですよね。そう。うーんとね。トオルくんと比べた方がいいか。でかい。でかいでしょ俺がちっちゃいのかな。多分ね、トールくんで21か2ぐらい。僕って23なんですよ。サイズ。うん。iPhone だとわかりやすいのかな ?iPhone の、iPhone の、<laughs> あ、ケースこれトールくん作ってくれたんですよ。そう。 iPhone のここ下合わせて、下合わせて、これぐらい上出る感じです。僕の長さ。わかんないですよね。ごめんなさいね。わかりづらくて。そう。定規とかあったらよかったですけど、そう、それぐらいのサイズで23センチなんですよ。だから、だいたい僕レッスンとかで見てて、皆さんグローブ大きいな、大きいのしてるなっていう印象は強いです。なんで、もう1サイズか2サイズぐらいちっちゃくてもいいかなと思います。 もう一回やりましょうか。グローブをして、はめて、軽くグーにして、結構強みにやってるんですよ、これでも。ギューってやって、これだと行き過ぎですから。これぐらい。これぐらいで止まるぐらい。でも、あんまりギューってやっても、例えば、きつく締めるのは好きな人ももちろんいると思うんですけど、きつくすると、すればするほど、手ってパーってこうやってなっちゃう、開いちゃう。なので、グリップの緩みなんかにも繋がる可能性があるんで、注意していただきたいポイントになります。仮に、今度、 ずっとそのグローブを大切に使ってて伸びてきちゃってこのマジックテープを止めた時にこうもう超えちゃいましたこれぐらいこれぐらい超えちゃったらこれはちょっと買い換えるタイミングかもしれないですねあとはもう見た目の色とかあれっていう穴が開いてたりとかしてきたらなるべく変えてくださいそれはグリップのクラブの方のグリップの削れ方も変わってきちゃうんですよ やっぱりここに穴が開いてたり、ここに穴が開いてたりすると、そこの摩擦が強くなるんで、グリップもそこだけすごく減りが早くなっちゃったりするんで、あまり穴の開いたグローブっていうのは良くないと思いますので、できれば変えていただいた方がいいですね。ちなみにこのスリクソンのナノフロントっていう生地を使ってるグローブ、これ相当練習しても穴開かないです。色は確かに使ってれば使っているほどどんなグローブでも黒くなるんですけど、 このスリクソンのグローブは、宣伝してるわけじゃないですけど、本気で開かないです。だから、僕、こう、たわしで綺麗に洗うんですけど、切れないから、めっちゃくちゃグローブ、洗った綺麗なやつが溜まるんですよ。そう、だからそれぐらいその、コスパがいいというか、めちゃくちゃ穴が開かないんで、もう、長持ちします。このナノフロントは、もっといいところは、皮が伸びないんで、タルンタルン、デロンデロンなんないんですよ。おじいちゃんのトランクスみたいにな,なんないんで、大丈夫です、これは。 すごくいい。本当におすすめです。他のメーカーさんでももしかしたらそのナノフロントっていう生地を使ってるかもしれないですけど。 ナノフロントっていう材質のグローブは伸びないし結構こうパリッとしてるんですごくおすすめしますただ選手の中でこのグローブがちょっとグローブと手の間で滑るよっていう方が結構いたんでショップで試着できればはめていただいた方がいいかもしれないですねそれはそのショップに確認してみてください試着できるかどうかはこれグローブすごいこれはおすすめです あとは、スパイクとかボールの話なんかでも多分同じこと言うと思うんですけど、やっぱりグローブも高い方がいいんですよ。値段が。そう、やっぱ安いグローブってめっちゃくちゃ滑るし、すぐ穴開くし、すぐ伸びるし、あんまりいいことないんですよ。で、安いのってじゃあいくらっつったら1000円以下。うわーあんま良くないかなと思います。で、もちろん練習で、 練習は何になっていいんだよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういう場合は練習だけで使うのはもちろんいいかもしれないですけど、コース行った時に、例えばコース用でいいやつを用意してたら、絶対そっちの良さに気づくはずなんですよ。そしたら、 練習でもやっっっっぱいいいいグローブを使った方がいいなってなててくると思うんでですよねでもそれでも割り切っていや練習は練習コースはコースってちゃんと決めてるんだったら全然それはいいと思いますただコースではやっぱりできればいいグローブを使った方がいいですね1800円以上ぐらいのやつがいいですよね1500円以上か今ちょっと安くなってきてるメーカーもあるんで1500円以上ぐらいのグローブを使っていただいた方が グリップ力が全然違うんですよ。その手の中で滑らないんで、それはやっぱりショットにも影響してくると思うんで、なるべく値段の、そのトップブランドですよね。メーカーで出してるグローブの一番上のランクのグローブを買って選んでいただいた方がいいと思いますね。この革のグローブっていうのは、もうエラストマグリップとかラバーグリップにめっちゃくちゃマッチするんですよ。もうぴったりする。だからそういう グリップをつけている方には晴れの日限定でおすすめしますこっちの全天候型合皮のグローブっていうのはコードグリップでもラバーグリップでもいいんですが ちょっと硬めのグリップにマッチするというか合うかなっていう感じがするんで、お使いのグリップがどういうタイプなのかによっても、グローブを使い分けてもいいかなと思います。で今回はですね、グローブについてちょっとお話しさせていただきました。参考になればなと思ったんですけども、 ショップなんか行ってて試着してみた方がいいいと思いますね。質感とかはめた感じが全然メーカーによって違ったりするんでその辺はぜひショップに行って試していただいた方がいいと思いますでは気に入っていただけたりいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたしますでは今回グローブについてお話しさせていただきました最後までご視聴ありがとうございます